よ。どうして俺を。シュバル、怪我はない？なぜ俺に構う。俺は絆を、お前たちを捨てた。そんなの嘘。ちゃんと絆はあるじゃない、シュバルとこの子にも。知ってるんだよ、この子はシュバルのことを。シュバルの悲しみも、本当は優しいってことも全部知ってる。ずっとそばで見てきたんだもの。だからシュバルのことを守ってくれた。この子は絆石に従ったわけじゃない、自分の心に従って。手に入れたかった強さを。二度と大事なものを奪われないように、守れるように、強くなりたかったんだ。それが最強の黒を生み出すなんて。すまなかった、ありがとう、レイヤ。シュバル、やっと見つけた。この世界を救って、お願い。Thank you.
レウス大好きだよ。絆を信じろ。何言ってんだ。レウスも白龍も絆石もないんだぞ。俺たちにはもう何にも残ってないんだ。俺が間違っていた。絆石がなくてもレイヤが教えてくれたんだ。ライダーとモンスターは心と心で結ばれていると、それを知っているのはお前のはずだろ。
闇が消えていく。長い眠りから目覚めた気分だ。シュバル、あの日森でレウスと出会わなければ奇跡は起きなかった。いや、レウスと出会えたことが奇跡のようなものだったんだな。うん、レウスは待っていたのかもしれないね。目覚めを導いてくれ。闇はどこから生まれ、どこへ消えゆくのか。分かっていることはただ一つ。闇を払い、世界に光を取り戻したのは、ライダーとモンスターの絆の力。この地に生きる者同士、響き合い、つながり、互いの眠れる力を目覚めさせることができるのだ。幾年もわしらは語り伝えていくじゃろう。モンスターと結びし絆がこの地に光をもたらさん。はじめに目覚めあり。Thank you.